はい、どうもバスケの流星です。バスケのオベバス。はい、じゃあ今回も始めていきましょうか。やりましょう、はい、レターズからですね、ジュエリーが素敵なジュエリーが入ってきました。いや、いいですね、はい、レターズのジュエリーはですね、毎年もう僕たちも楽しみにしております。間違いないですね、うん、もうすごいね、僕たちが初めてする販売員でさえも楽しみにするというね、はい、そんな素敵なジュエリーが入荷します。で、前回ですね、これもまた僕と流星さんで紹介してましたもんね。ああ、そうですね、確かに確かに。で、途中からまた日が変わり、あ、そうなんですよ、砂尾さんもうちのボスも登場してという。そうですね、ありがたいことにお忙しいからですね。そうですね、お昼が来ちゃうという、まあ、いろいろ立ち回りで紹介したジュエリー紹介ですね、ブレスレットが、はい、紹介してるネックレスが紹介してる動画がありますんで、よかったらこちらも見てください、はい、で、それに続きですね、今回入ってきたのがですね、リングとカラビナとネックレス。はい、いい、またジュエリーがですね、新作のジュエリー、新デザインがですね、入ってきました。皆さん、しっかりとご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルでですね、福岡市中央区大宮にございますセレクトショップのバースデーのチャンネルとなっております。メインはですね、商品の紹介とスタイリングの紹介ですね、してるんですけども、取り扱いはですね、シルバージュエリーの取り扱いはワカンシルバースミスというオーダー製のブランドと、そしてトゥアレグジュエリーというね、ちょっとネイティブなね、ジュエリーとかも取り扱っております。そして今回ですね、香水のサナマというブランドもですね、もちろん取り扱ってます。はい、フレグランスがメインなんですけども、香水がメインですね、なんですけども、お香だったりとかシャンプー、トリートメント、そして新しいプロダクトがね、もうそろそろ完成すると思うので、そちらの方もぜひお楽しみにしておいてください。そして最後にですね、スーパーセブンティスリーやアルコンといった e バイクのですね、走行動画とレビュー動画、カスタム動画などをね、毎日19時に更新しているチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押して、ぜひたくさんいろんな過去の動画も見てみてください。はい、はい、じゃあお待たせしました、ここからですね、レターズの最新順位ご紹介していきたいと思います。はい、それでは今回のですね、ジュエリーをですね、大きく分けて3型到着しております。ほう、はい、そちらの方のご紹介でございま す, いいす、ね、もうすでに皆さん、やばいのがあるんじゃないですか。これ気になるのありますよ、絶対。いいですよね。じゃあまずはどれからいこうかな、こちらからいきましょうか。一番目玉じゃないですか。はい、一番目玉のリングとなっております。はい、こちらホースシュー、ホース&ホースシューリング。はい、じゃあもう一回ね、もう一回言いなさい。はい、ホース&ホースシューリングっていう、今回ね、レターズが新しく出したリングとなっております。リングの提案初めてですか。ですよね、リングは、あ、いや、初めてではないですけど、久しぶりですね。確かに前オニキスのリングがあったりとか、うん、ど忘れしてました。失礼しました。結構前ですからね。ちゃんとありました、うん、そう、今回新型で出た、ホース&ホースシュー、この馬蹄って言われてる、まあ、馬の蹄の部分ですね、のデザインと馬蹄のデザインの中に馬をこう、も馬デザインをね、モチーフとしたリングが到着しております。いや、これあれじゃないですか、まあ、ホースシュー、いわゆる馬蹄のリングっていろんなブランド出してるじゃないですか。ですね、そうですね、うん、レターズはさらに先を行ってですね、馬ちゃんホースまで、あしらっております。最高のデザインとなっております。やはりこう、レターズのモチーフといえば、やっぱウエスタン、こういう馬蹄だったり馬だったりのデザインっていうのをふんだんに使ったいいリングですね。そうですね、これはまあシルバー925での製作となっております。はい、じゃあお次はこっち側行きましょうか。はい、ではじゃあお次はですね、ホースフェイスカラビナ、こちらも馬シリーズですね。ホースフェイス、馬の顔をですね、このカラビナの、このなんて言うんだろう、これカラビナにあしらってくれる。そうですそうですよね、はい、うん、馬の顔をですね、カラビナにあしらったデザインとなっております。いや、かっこいいですね。そうなんですよ。そしてこっちのキーリングにはですね、レターズという彫刻も入っております。あれいつでしたっけ、昨シーズンぐらいからでしたっけ、前もう少し小ぶりのリングが3つついてたんですけど、今回、まあ、前ぐらいから確かこういうレターズのオリジナルの、そうなんですよね、はい、リングに変更しております。大きいワッカーが一つになっております、うん、結構ね、こういうのはなんかこうあんまりこう見えるところではないんですけど、さりげないね、やっぱこうファッションとしてこういうのはね、うん、シーズンレスで年中ねずっと楽しんでいただきたいですね。はい、じゃあそして次、最後ネックレスいきましょうか。こちらいいですね、はい、こちら、うん、定番の、はい、ネックレスでございます。持ちましょうか。はい、ショートチェーンネックレスですね。はい、そうなんですよ。こういうグラスホルダーがついているので、ここに、ね、サングラスだったりメガネとかをねつけてもらっても全然大丈夫です。
そして、はい、まあ、あずきチェーンなんですけども、とめぐのところにちょっと注目していただきたくてですね、まあ、こちらがですね、調整可能になっております。そうですね、5センチほどでしたよね、うん、確か。そうですね。はい、5センチぐらい短くすることができるんで、サイズ調整が効きますよっていう、そういうね、ネックレスとなっております。結構お好みでつけていただけるんで、まあ、ここら辺は説明はこんな感じとしてですよ。そうですね。もう早速つけてみた方が早いですからね。はい、うん、装着していきましょうか。はい。で、ちなみに、まずちょっとこう、じゃあリングから、リングはですね、こちら今回、バースデーではですね、ちょっともう売れてしまったサイズがあるんですけども、今現段階であるのが7号と9号、こちら小指系のサイズとなっております、男性のですね。そして、こっちが、17号19号という、まあ、男性でいう人差し指のおよそサイズなのではないかなと、うん、そういう感じで入れております。はい、で僕が、あ、小指つけますか。小指やっちゃいましょうか。あ、じゃあ僕人差し指に分かりやすいようにつけましょうか。はい、ででん、ああいいですね、こんな感じでと。ああ、はい、いいですね。そうなんですよ、うん、存在感があるけどなんかめっちゃごついわけではないっていう、うん、そういうね、なんかこう繊細でエレガンスなね、なんかこうデザイン性っていうのが僕は大好きなんですよね。これこのサイズ感だったら小指につけてても全然ないでしょうね、こういやらしくないというか。そうなんですよ、うん、合うサイズ感ですね。かなりなんかこうずっとなんかこうつけてても、で一個だけでつけてもすごくこう印象的で可愛いのではないかと。うん、あ、素敵ですよね。なんかこう夏場とか逆にですよ、うん、いっぱいつける足し算もいいですが、あえて好きなリング一つだけつけるっていうのもいいのではないでしょうか。こんな感じです。それこそ何でしょうね、リングまだお持ちじゃないよっていう方はもうこいつ一個だけでしっかり存在感が出るからですね。うん、まずはこのレターズのリングから始めてみるのもいかがでしょうか。はい、で、まあ、僕人差し指につけてるとこういう感じでございます。はい、こんな感じですね。うん、これ結構つけ方って向き賛否両論あるじゃないですか。そうっすね、こっちが相手に向ける側、見える側がいいのか、まあこっちが自分が見えちゃう方がいいのか、いいのかとか、まあいろいろあるんですけど、結構どうでしょうね。なんか僕好きなのはこっちが。そうですね、なんかデザイナーのゆうちさんに聞いたところ、こうした時の見え方がこっちの方が、うん、いいんじゃないかと。はい、こっちがセオリーなのではないかというですね。まあ、お好みの方でつけていただいて構いませんので。はい、はい、でサイズ感どうですかね。通常のなんかリングゲージの7号とかよりも、まあ、ちょっと気持ち緩めぐらいですかね、感覚的に言うと。そうですね、ただなんかこう接触面が結構太いんですよね、うん、この幅があるんでリングの輪っか部分のですね、うん、だから結構多少大きい方でもかなりハマるんじゃないかなと、うんうんうん、そう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 って思います。僕は普段7号余裕で入るよっていう方とかはまあ全然いけますし、全然いけると思います。むしろ8号とかがちょうどいいですっていう方とかでもギリギリ入るサイズ感ではないかとは思いますね。なので多少の155差ぐらいだったら全然いけるちゃうと思うので、はいはい、ぜひそこら辺を参考にしながらですね、うん、検討してみてください。はい、いや繊細でかつ存在感があっていいリングですね。間違いないです。はい、じゃあお次が、はい、順番でいくと、はい、カラビナをですね、ちょっとつけていきましょうか。タックインしてるんで僕が、あ、せっかくなんでちょっと分かりやすいにつけましょうか。はい、はい、でもうシンプルに、ただここのループにカチッとこうするだけですね。はい、かっこいいですよね。いいですね。タックインスタイルの方とかは非常にもう腰回りのアクセントとして重宝すると思いますね。うん、これだけでも、まあ、ブラックスタイルとかだったら映えるアクセサリーの一つになっちゃうと。でここにですね、まあ、お持ちの鍵とかをなんかちょこちょこ足したりとかですね、そういう使い方でしていただけます。シンプルにもうアクセサリーとして使う人もいらっしゃるぐらい存在感があるいいカラビナでございます。出たはずですよ、これベルトがあり、これもバテーじゃないですか、馬モチーフのリングがあり、カラビナもありと、こういう小物はですね、全てこういうウエスタンスタイルでも統一できる非常に優れた世界観がありますので、ぜひ皆さんここまで揃えてみてもいかがでしょうか。はい、いいですね。じゃあお次ですね、ネックレスの方紹介していきましょうか。はい、そして最後にこのチェーンネックレスですね、うん、こちらの方を着用しております。そう、このね、短さがちょうどいいんすよ。ちょうどいいっすね。そうなんすよね。これは1個でも存在感あるし、さらに短いのもですよ、ここに重ね付けとか
するスタイルとかも非常に映えそうですからね、うん、そうですね、長いのつけてもらっても全然いいですからね、どっちでも大丈夫です、すごくいい、そうなんですよ、でこれは僕はあの長い方でつけてるんで、うん、これよりも5センチ短くすることができると、そうなんですよ、なんで結構ですね、あのなんかこうこれよりもまあちょっと短めで楽しんでいただくことも可能ですし、長さでも長く通常で使ってもらっても大丈夫です、ちょっとこっちに移っていただければ、実はですね僕最初から着用してたんですよ、はい、こちらですね、ちょっと特殊な付け方をしてるんですけども、普通に短くつけるとまあ大体これぐらいの長さになるわけですね、うん、で僕はあえてですよ、リングを外してここがですね余ったところがチャームっぽくなるようにつけております、かなりちょっとハイセンスな付け方ですよね、うん、いろんな付け方ができるんで、うん、このネックレスですね、まずこう流星さんがつけてるみたいですよ、はい、まあ、シンプルに楽しむパターン、うんうんうん、そしてそれをシンプルに短くするパターン、これ2つじゃないですか、そうですね、そしてリングを外して使う、それをなんと贅沢な、そうなんそういう使い方でいくとですね、まあ、4パターンがいけるわけですよ、なるほど、非常にいろんなスタイリングへの汎用性が高い、ね、確かに、うん、そうですね、もうすごい、なんかこれだけでなんかこうメガネとかないですか、メガネちょっとこう持ってきていいですか、はい、ああですね、だからそうです、次どうするかというと夏場のサングラスとかメガネこうあるじゃないですか、こういう時にですよ、これをシュッとできるわけですよね、あーいいですね、お待たせしました皆さん、ちょっと例のサングラスをお借りしてますけども、うん、こんな感じでグラスホルダーに通して使ってあげるという、うん、そう、皆さん首元とかこういうところに引っ掛けるじゃないですか、伸びますからね、あれなんかまあそのスタイルもいいですけどね、まあ、こういう風にしていただくとまた首周りがより存在感が出てくるっていう、そうなんですよね、うん、利便性があるかつデザイン性もあると、非常に優秀な使い方ができるわけですよ、そうなんですよ、うん、だから結構ですね、なんかこうはあの使い勝手というか一つのジュエリーでたくさんね、うん、付け方が楽しめるというね、そういったね万能なネックレスともなっております、やはりこう、はい、まあ、洋服もそうですけどジュエリーもそうですよね、うん、ネックレスは特にいろんな付け方ができるものがありますんで、そういう方がより長く楽しめますですね、うん、もう本当これかなり優秀だと思うんだよね、ですよね、まあ、こちらがですね、うん、前のチェーンあったじゃないですか、あの騎兵のタイプとかですね、はいはいはい、からのもうこちらに切り替わったの新定番ですからね、そうなんですよ、こちらはもう定番アイテムとなっておりますので、うん、ただですね、もうあのねメーカー側にもうちにも在庫がなくなってしまったら次半年後の、ね、入荷となっております、ぜひですね、はい、まあ、皆さん使いたい時期はこれからですからね、間違いないです、ね、早いタイミングで購入していただくのがおすすめです、はい、じゃあちょっと金額をですね、あ、言ってなかったですね、はい、言ってなかったので、うん、最後金額だけですね、はい、ちょっと見ましょうか、申し上げていきましょうか、まずはリングですね、こちらのリングですね、はい、こちらのリングが税込みで3万3000円となっております、はい、おー、この凝り具合でシルバー使った、そうですね、3万3000円です、はい、そしてじゃあ次こちらのカラビナ、カラビナですね、こちらのカラビナがですね、はい、1万7600円、おー、あ、お買い求め安い、お買い得です、そしてこっちがですね、このネックレス、こちらがですね、うん、3万4100円、おー、はい、いいですね、そうなんですよ、割となんかこうね、レターズジュエリーの中でもまあ、コストパフォーマンスがすごく高いというか、うん、そうそう、割と買いやすいアイテムとなっております、ね、なんか入りやすいですよね、うん、どうしてもやはりこういうブレスレットとかだと、そうですね、それでまあシルバー使ってる量が多いんで、どうしても金額もその分上がっちゃうじゃないですか、そうなんですよ、大体まあ20万近くに17、8万とかなるからですね、こういうまあ小ぶりなものからの方がこうですね、うん、入りやすいので、ぜひ皆さん、シルバージュエリーこう入門編じゃないですけど、こういう風な一発目で持つ方も非常におすすめでございます、そうですね、で、はい、逆にですよ、こういう今までごついのが多かった分小ぶりなもの持ってないですよっていう方にもおすすめなので、うん、ぜひご購入してみてください、そうですね、はい、こちらの商品は全部ですね、はい、はい、オンラインストアの方に、はい、のけております、そしてね、サイズ感とか分かんなかったら、もしよかったら、うん、ぜひお問い合わせフォームの方からお問い合わせしてみてください、はい、まあ、ネックレスとかカラビナに関してはサイズ感はまあないですけど、そうですね、リングに関しては皆さん気になる方も多いと思いますので、はい、ぜひ大体まあこれぐらいなんですけどもというところを言っていただければある程度、アドバイスできますので、うん、ぜひご連絡してみてください、はい、最後まで見てくださった皆様ありがとうございます、これからジュエリーのね需要がたくさん増えてくる季節になってきますので、よかったら今のうちにね、揃えられてみてはいかがでしょうか、はい、ジュエリー僕思うんですよ、こう夏に買うじゃないですか、うん、こうまあキラキラしてるのが好きな人はいいんですけど、僕どっちかっていうとヴィンテージっぽいのが好きなので、な、夏のちょっと前ぐらいに買ってなんか馴染ませるじゃないですけど、くすませたりとかね、そうそうそう、くすむまでいかなくても なんかちょっと使ってますよぐらいの感じの方が夏場よりかっこよくなるんじゃないかと思いますので、ぜひ真夏の一手前にですね、はい、買っていただくのがおすすめかと思います、はい、間違いないですね、はい、
はい、最後まで見てくださった皆様誠にありがとうございました。これからの季節にぜひジュエリーもあのスタイルファッションのアクセントとしてお楽しみください。最後まで、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。